祭りってだけあって
覚悟して臨んだのはもちろんなんですけど、ちょっとこんなにだと思わなかったです。ただちょっとこれを初戦で経験していれば、あとは、まあ、多少はなんてことないんじゃないですかね。これを乗り越えた明日香はきっと強いです。今後は本当に一つも落とさないように勝ち進んでいきたいと思います。彼女にしかできないこの試合の進め方、いろいろね、やりづらいところあったけどね、これはまあ火祭りやからね、火祭りいうのは、ああいうやり方も間違ってやんない、まあ、勝つためにね、どんな点使おうか、それは間違ってない。でもな、申し訳ないけど、ここで負けるわけにはいかんねや。でもアスカ、レスラーとして尊敬、めっちゃいい選手やね。